聖書を拝読します。黙示録21:1-7です。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられ、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。アーメン。シャロム聖歌隊と西オーケストラが賛美と演奏を捧げます。同会場先生のメッセージ、ヨハネの黙示録公開73回目を聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会、司聖殿、全世界でインターネットで礼拝を捧げている生徒の皆さん、 GCN 視聴者の皆さん、最後の大審判が終わると生徒は天国の自分の場所に入り、永遠の幸せを味わうようになります。使徒ヨハネは審判の後に入る天国と、その中でも新しいエルサレムを見て今日の本文を記しました。黙示録21:1に、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないとあります。以前の天と以前の地とは、私たちが工作を受けた第一の天の天と地のことです。新しい天と新しい地とは第三の天、すなわち天国の天と地のことです。これは以前の天と以前の地の後にあるものなので、以後の天と以後の地ということもできるでしょう。そうではなく、新しい天と新しい地といったのは、工作のために作られた以前の天と地が工作の後には何の価値もないからです。それで以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないとあるのです。私たちがこの地上で工作を受けるためにあったものは、工作が終わったら必要なくなるのです。もちろん必要ないからといって地球がなくなってしまうという意味ではありません。以前の天、すなわち肉の空間も、初めに神様の根本の空間から分かれた空間なので、消滅してしまうことはありません。それで必要なくなったとしても、そのまま存在していて、ただ空間が閉じられているだけです。では新しい天、すなわち天国の天はどんな天でしょうか。ヘブル 8:5 に、その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであってとあります。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、この御言葉のように、神様がこの地上にくださったものには天国が感じられるものがたくさんあります。空が青いのも、雲が浮かんでいるのも天国の天と似ています。しかし実体と影が全く同じではないように、天国の新しい天ははるかに美しいです。この世の空と違って全く汚染されていないので、本当に澄んで清い青です。澄んで清い青です。青は深さと高さ、そして清さを感じさせます。
青い空を眺めていると清い心を持ちたくなります。もっと正しく正直に生きよう、あの青い空のように清く生きようと思うのです。もし空全体が黄色あるいは赤ならばどうでしょうか。もちろん夕焼けの時は空が赤く染まるのを見て人々は美しいと感嘆したりします。天国でも生徒たちが見たいと思うなら、神様はこれよりはるかに美しい夕焼けを天に演出することもおできになります。白く輝く雲も浮かんでいて、時にはその雲が夕焼けに染まったように美しい場面も繰り広げてくださいます。しかし特別な時だけでなく、いつも空が赤や黄色なら人の情緒が安定しないでしょう。心が乱れて精神的に問題が生じるかもしれません。また空がすっかり灰色の雲で覆われていると心が暗くなって否定的になります。なんとなく憂鬱になったりもします。しかし長い梅雨が終わって雲が晴れて青空が見えると、鬱陶しかった心が爽やかになるのを感じます。このように神様は私たちの心に良い影響を与える青い色で天国の新しい天を覆ってくださいました。それを見上げる神の子供たちが水晶のように澄んで美しい心で常しに幸せな暮らしができるように配慮してくださったのです。天国の天には太陽や月、星のようなものはありません。黙示録 22-5 にもはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので彼らには灯しみの光も太陽の光もいらない、彼らは永遠に王であるとあります。天国では神様の栄光の光が新しいエルサレムからパラダイスの端まで明るく照らしてくれます。太陽や月、灯火などはいらないのです。神様の栄光の光はそもそも非常に明るいのですが、天国の場所によって明るさが調節されます。もし新しいエルサレムと同じようにパラダイスでもその光がそのまま照らすなら、光をそのまま照らすならパラダイスの人々は耐えられないでしょう。あまりにも眩しくて目を開けられないし頭も上げられないのです。神様に似て全く聖なるものとされてこそ、つまり新しいエルサレムに入った聖徒でこそその光を見つめることができるのです。それでパラダイスではそこの聖徒に合わせて適当な明るさに調節されます。三天層では新しいエルサレムの光より少し明るさが減らされ、二天層、一天層、パラダイスに行くほど明るさが減らされます。このような神様の栄光の光がいつも照らしているので、天国には闇が全くなく、したがって夜もありません。もしかして皆さんの中にこの地上では夜寝てやっと疲れが取れるのに、天国ではどうやって休めるんだろうか、周りが全部明るいならどうやって眠れるんだろうかと心配でもない心配をする方がいるでしょうか。特によく寝る方々、そんな心配は全くいりません。天国では何をしても嬉しくて楽しくて幸せで、いくらあちこち回っても疲れないから、疲労回復のために休む必要もないのです。また天国で着る完全な霊の体はこの肉の体とは違って疲れを感じる体ではありません。そして天国の光が明るいからといってそこにいる人の目を疲れさせません。その光のためもっと元気になって幸せになり、休むのに邪魔になるのではありません。
もちろん新しいエルサレムでもこの地上でのように夜空に星がキラキラ輝いている美しい風景を見たくなることもあります。その時は神様が一定の空間に夜空のような空間を作ってくださるだけでいいのです。次に新しい地すなわち天国の地は何でできているでしょうか。この地上は岩と石、土でできています。地球のことです。この地上は岩と石、土でできています。天国の地の 材質は金と銀と各種の宝石です。天国の地のあちこちには純金で舗装された道もあって、宝石がブロックのように敷かれた道もあります。金や銀の砂が敷き詰められた川岸もあります。ところで天国の地に敷かれた金銀宝石は土のように粉の状態ではありません。私は神様に天国について説明を聞いた後は、この地上の金とか銀が貴重だと思わなくなりました。天国に行けば家も黄金宝石でできていて、最高に美しいものが与えられると思ったら、この地上のものはつまらなくなったのです。天国の地に敷かれた金銀宝石は土のように粉の状態ではありません。とても小さい玉の形をしていて、風が吹いてもほこりのように飛ばされたり、体について汚れたりするのでもありません。だからといって天国で強い風が吹くという意味ではありません。この世では金や宝石の中に植物を植えれば生きられませんが、天国では生きられます。それだけでなく、宝石が腐食しないように宝石の中で育った植物も朽ちないのです。朽ちないものを植えるからです。神様が一度植えて育つようにされたものは永遠に変わりません。土でできたこの世の地は人生の虚しさを悟らせてくれます。土で育ったすべての植物も、土からできたものを食べて生きる動物と人の子らも、結局は死んで朽ちて土に帰ります。こういうことだけ見ても、私たちは肉の世界の虚しさを悟らなければなりません。朽ちて変わってしまう虚しいものを求めずに、永遠の天国を望まなければならないのです。愛する聖徒の皆さん、本文2節に、私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たとあります。先ほど天国の地に敷かれた金銀宝石は丸い玉の形をしていると言いましたね。大きいものも小さいものもあるのですが、丸い玉の形をしているから埃のように飛ばされないし、その上で人が寝転んでも体につかないのです。埃のようにつかないのです。非常に小さいものから砂くらいの大きいものもあります。命の水の川のほとりにある砂も金と銀でできた丸いものです。大きさはそれぞれ違います。全部丸い玉のような形になっているから、そこで寝転がっても体についたりしないのです。ほこりもないし、すべてがきれいです。空気もきれいだし。私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たとあります。聖なるとは、傷もしみもなく真実であり栄光に輝くことを意味します。使徒ヨハネが今見ている都は神様の聖なるご性質と光で作れた都なので、聖なる都というのです。この都の中には
闇や偽り、汚れたものは全くありません。この都に神様は新しいエルサレムという名をつけてくださいました。この地上のエルサレムは律法を土台に作られた都です。イエス様がエルサレムに登られたのは神様の律法を全うするためでした。愛で律法を全うされたので、エルサレムに福音の種がまかれました。神様はこのエルサレムに福音がまかれて、福音によって行われたすべてのことを記念して、聖なる都の名を新しいエルサレムと付けられました。イエス様はエルサレム神殿について、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきますと予言されました。この言葉通り、エルサレムは AD70 年にローマ軍によって陥落し、神の宮も完全に破壊されました。ところでイエス様の予言には、このような歴史的事実だけでなく霊的な意味も含まれています。つまり旧約のすべての律法が主の愛で全うされることを意味しているのです。もちろんエルサレムが破壊されたからといって旧約時代の律法がすべて無効になったのではありません。例えば旧約では生きている動物をほふって生贄を捧げましたが、新約では礼拝を捧げます。この礼拝の式順には、旧約の生贄の捧げ方の霊的な意味がそのまま込められています。主が律法を全うされたことによって建てられた新しいエルサレムには、聖なる神様と主聖霊様、そしてその御言葉を完全に守り行った人々が永遠にとどまります。この新しいエルサレムが神の身元を出て天から下ってくるとあります。これは実際に天から下ってくるという意味ではなく、神様がすべてのものの始めだという意味です。新しいエルサレムは神様が愛する子供たちのためにご自身で備えられた都です。どれほど愛を持って心を込めて備えられたのか、夫のために飾られた花嫁のように整えられたとあるほどです。普通聖書では花婿と花嫁は主と聖徒の関係を例えています。この地上で工作を受けている間は、将来花婿なる主を迎えるために聖徒が熱心に花嫁の備えをします。どころか本文では聖徒が花婿で、新しいエルサレムが花嫁です。この世でも花嫁が花婿のためにはどれほど心を込めて支度をするでしょうか。数週あるいは数ヶ月かけて自分を磨いて、花婿が最も好む姿に、その心にぴったり合うように準備をします。このように新しいエルサレムは、そこにとどまる聖徒の心にぴったり合うように整えられています。新しいエルサレムに入る聖徒は、この地上で完璧に備えをした主の花嫁です。この地上で傷もシミもない清い花嫁として備えをした聖徒が、そこで入って永遠に住むのです。だから神様も主もそれに合わせて作っておられたのです。主が総監督になって、ヨハネ14章にあるように、私たちのために美しい場所を備えてくださったのです。そして時が来ると迎える花嫁を待っておられるのです。自分を徹底的に捨てて、ただ花婿なる主の心にぴったり合うように完全に御言葉通りに来た人です。皆さん、1年、5年、10年、15年、20年、25年、27年繰り返し教えてきたのですが、どのくらい花嫁の備えができていますか？なぜ10年、15年もかかるのですか？2年、3年、4年、5年ぐらいでいいのに。全く背乗るものとされるのに、どうしてそんなに時間がかかるのでしょうか？
本当に信仰があって心が移り変わらないなら、天国を信じるなら、悪を捨てることはとても優しいし幸せなのです。持っている方が辛いのです。捨てればとても幸せなのに、捨てないで持っているのです。だから御霊の意味に入って全く聖なるものとされるのに時間がかかるのです。主の花嫁なのに、この世の汚れがたくさんついていてはいけないでしょう。早く捨てて、清くて輝く神様の恩命にかなう美しい花嫁にならなければ、自分を徹底的に捨てて、ただ鼻むくなる主の心にぴったり合うように完全に御言葉通りに生きた人です。父と主を愛して自分の命も惜しまずに捧げた人なのです。その代価として神様は彼らのためにその心にぴったり合う場所をくださいます。つまり花嫁のように整えられた新しいエルサレムに入るためには、必ずそれにふさわしい資格を備えるべきなのです。こうして徹底した講義によって入るのです。続く3から4節に、その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるとあります。もともと神様は第四の天、すなわち初めの天におられますが、審判の後には新しいエルサレムにも幕屋を置かれます。新しいエルサレムの聖徒と共におられ、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださいます。これはただ涙を拭い取ってくださる意味ではなく、涙を流すしかなかった根本の問題を全部解決してくださるという意味です。天国には死も悲しみもなく、叫びも病気や災いによる苦しみもありません。これらは工作のために必要だったもので、今は誠の子供を得られたので、もう死や苦しみがある理由がないのです。5節に、すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、このこれらの言葉は信ずべきものであり真実であるとあります。神様の御座について触れるのは、主に裁きを行う権を表す時です。しかし本文は裁きが終わった時点なので、そういう意味ではありません。この御座は神様が印を押されるように御言葉を確かなものにすることを表しています。王の印が押された文章は変えられないように、今神様が言われたことがどれほど信ずべきものであり真実であるかを強調しています。もはや口で変わるすべてのものがなくなって、神様の御心と摂理にあって万物が新しくなりました。6節に、また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである、最初であり最後であるとあります。イエス様が十字架で息を引き取られた時、完了したと言われたのは人類の贖いの働きを完了したという意味です。本文で神様がことは成就したと言われたのは、工作のすべての過程を終えて、誠の子供を終えて、新しい天と新しい地に入れて万物を新しくするまで、すべての働きを完了したという意味です。本文の私はアルファでありオメガであるとは、もう広く1の8で説明したように、文明の始めと終わりが神様によるという意味です。
アルファでありオメガである。つまり文明の始めと終わりが神様によるものなのです。文明の始めと終わりは神様によるのです。神様を信じない人は進化論を主張します。そして長い原始時代を経た後、人間が火を発見するようになったとか言うのですが、そうではありません。神様が最初からアダムに知識を与えてくださって文明が発達していったのです。アダムに知恵も悟りも与えて、万物を従えて支配できるようにしてくださったのです。そしてアダムがこの地上に追い出された時は、食物の種をくださって汗を流してまいて育てるようにされたのです。進化論で言っているように、長い歳月が流れた後火を使えるようになったのではないのです。神様も知らないし、聖書も知らないから、人の考えでそんな風に文明が発展しただろうと推測して作った理論に過ぎないのです。しかし神様の御言葉は絶対的で真実です。文明の始めと終わりが神様によるという意味です。また最初であり最後であるとは、救いの摂理についての御言葉です。私たちの主が復活の発音になられ、再臨によって人類の贖いの働きを締めくくられます。それでもともとはイエス・キリスト、私たちの主が救いの最初であり最後ですが、ここでは神様を最初であり最後であると言っています。結局これらすべての救いの摂理を司られた方が神様であることを表しているのです。続く6節の後半には、私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませるとあります。水は人の命を維持するのに必須です。霊的にも水、すなわち神様の御言葉は、私たちの霊の命を維持するのに絶対必要です。ヨハネ 4-14 に、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますとあります。自分の中に御言葉がなければ命がなく、いつも乾いていて満足がありません。自分の中に御言葉がなければ命がなく、いつも乾いていて満足がありません。だから皆さんは、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、いつも真理、神様の御言葉に飢え乾いて慕いあえがなければならないのです。そういう方なら、御言葉が蜂蜜の巣の滴りよりも甘いでしょう。なら礼拝時間に居眠りするはずがないでしょう。居眠りしたなら、霊と誠によって礼拝できなくて御言葉を聞き逃したから、後でもう一度聞かなければ、そうしてこそ神様の御言葉を霊の糧とできるでしょう。そんなふうに真理に飢え乾いて慕い求めるなら、御言葉は命の水になって、私たちの魂を潤して、霊の糧となって心を満たすようになるのです。自分の中に御言葉がなければ命がなく、いつも乾いていて満足がありません。虚しいもの、世のものだけいつも追い求めて、いくら財産を築いても不安です。貧しかった時と比べれば今は余裕があるのに、不安だからもっと貯めようとするのです。昔は収入が100万ウォンの時もあったけれど、今は200、300万になっても満足しないのです。400、500万になっても、500万なら前より5倍も祝福されたのに、満足しないでもっともっと稼ごうとするのです。
反対に神様に祝福されたらそのまま神様に捧げる人もいます。そんなふうに神様に捧げてはまた捧げる人はどんどん10分の1が増えていくのです。それに天に蓄えたから虫もし錆もつかないし盗まれることもないでしょう。教会に通っていても真理を知識としてだけ知っていて誠の信仰生活をしていないなら同じです。真理の御言葉を自分の心に満たしていかなければ世の人と同じようにいつも乾いているのです。誠に主がくださる命の水を飲む人は真理で心を変えていく人です。自分の中にあった真理と反対のものを捨てて真理で満たす人でこそ霊的な渇きを解消することができます。人の力では清められませんが神様が与えなしにくださる恵みによれば真理で満たしていくことができるのです。真理で満たすほど渇きはなくなり心に誠の喜びと平安と満足が湧き上がるのを感じます。皆さんこうやって御霊の歩みに入ればいつも恵みと喜び幸せと感謝平安が望んでいるのです。世の喜びと感謝は一時的です。嬉しい時だけ喜んでありがたい時だけ感謝するのです。例えばある人が助けてくれて借金を返せたならその時は感謝します。でもしばらく経ってからその人にまた助けを求めて断られたならどうしますか。前助けてもらったことも感謝していたこともまるでなかったように背を向けてしまうのです。心変わりしてむしろ憎むのです。世の喜びと感謝はこのように一時的で虚しいものなのです。でも神様がくださる喜びと感謝はそうではありません。いつまでも続くのです。いつも喜んでいてすべてのことについて感謝して満ち足りていて幸せなのです。何か試練にあったとしても現実は厳しくても心は平安なのです。今日死んでも天国に行くのに何が心配でしょうか。だから御霊の歩みに入った人は死の恐怖から解放されるのです。全く聖なるものとされた人は死んだら新しいエルサレムなのに何を恐れるでしょうか。私は命が危なくなっても恐れません。前鼻血が止まらなかった時も死を恐れなかったし。でも信仰のない肉の人はどうですか。何としてでも生きようとあがきますね。永遠の命を得ようとすべきなのに肉の命のためにあがくのです。でも御霊の人はそうではありません。死ぬことが全然怖くないのです。だからといって死を選ぶという意味ではなくて仮に死んでも天国に行けるから平安なのです。心に誠の喜びと平安と満足が湧き上がるのを感じます。だからいつも穏やかな顔を笑顔でいられるのです。そういう人のそばにいれば居心地がいいでしょう。その喜びと幸せが伝わってくるからこっちも心が穏やかになって幸せになるのです。そしてこの世に打ち勝ってついに天国に入れるのです。神様が備えられた天国の場所と報いを相続して神の誠の子と呼ばれるのです。7節に勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり彼は私の子となると
断る通りです。どころでなぜここで私は彼の父となるではなく、私は彼の神となり彼は私の子となるとあるのでしょうか。すでに親子の関係なのに、初めから神様は父となると表現すればさらに親しく感じられるのにです。これは父なる神様が天地万物を創造してすべてを治めて司っておられることを表現するためです。例えば会社の課長の息子がその会社の常務とか部長だとしましょう。なら会社で会長をお父さんと呼ぶでしょうか。会社では会長と呼ぶでしょう。家に帰ったらお父さんと呼んでも会社ではそう呼ばないのです。家でも会長と呼ぶ人もいるかもしれませんが、ほとんどはお父さんと呼ぶでしょう。父なる神様が天地万物を創造してすべてを治めて司っておられることを表現するためです。神様がこのように偉大な方であることと、その御言葉を完全に実行して世に打ち勝つ者は神の誠の子供と認められる祝福を受けることをもう一度強調しているのです。結論です。愛する生徒の皆さん、天国では涙をすっかり拭い取ってくださるので、死も悲しみも苦しみもないと言いました。病気がないだけでもどれほど幸せでしょうか。自分が病気にかからなくても、家族や愛する人が病気で苦しんでいるなら心をすり減らすでしょう。同じ痛みを感じるのです。子供が病気なのに辛くない親がいるでしょうか。兄弟もそうだし、例えば皮膚病の子供が夜通し体をかいて血の海を流しているとしましょう。するとそばで見守るお母さんはいても立ってもいられなくて涙も出ないほどです。子供はかゆいからかきたいけれど、かいてはいけないから手を縛っておくこともあります。すると子供はかゆみに耐えられなくて泣きわめくのです。その姿を親は一晩中見ているしかないのです。来る日も来る日も。病院で治療を受けて治れば幸いですが、治らないまま数ヶ月間ずっと苦しんでいる子供と親を見ていると本当に気の毒です。こういう病気がないだけでもお母さんの心がどれほど休みを得て幸せでしょうか。家族もそうだし、もちろんこの事情で病気と苦しみがあっても皆さんは神の力で癒されるので心配はいりません。また世にはいろいろな試練や困難があっても、御言葉通りに生きている生徒の皆さんはそういうものを恐れません。御言葉通りに生きていればです。神様が守ってくださるので怖くないし、もし試練がやってきても勇敢に戦って勝つとより大きい祝福を受けるので感謝です。ましてそんな苦しみが全くない天国はどれほど幸せでしょうか。特に皆さんが慕っている新しいエルサレムは花嫁のように整えられているとあります。悲しみがないだけでなく、最高の幸せと楽しみが永遠に味わえるように最も良いものだけで満たされているのです。神様は天国は想像を超える神秘の国だと言われます。実際に行ってみればその神秘さにうっとりするばかりです。もちろん皆さんは霊の世界について深いことも学んで、天国について詳しく聞いてよく知っています。しかしいくらそうでも、その幸せと喜びがどれほどわかるでしょうか。いざその地を踏んでみると、想像を超える天国の美しさと神秘さに言葉を失うのです。神様は私にこう言われたことがあります。天国について詳しく知っているあなたも、新しいエルサレムの真珠門が開かれてその中を見たら、口をポカンと開けたままだろうと、それほど感動してうっとりするのです。すでに知っているけれど、いざ
直に見るとあまりにも神秘的で美しいから言葉を失うのです。天国について聞いて学んだけれど実際見たことはないから。幻で天国と地獄の光景を見たことはあるのですが、実際に行って見たわけではないでしょう。だから実際目の前で広がる新しいエルサレムの光景を見たらどうなるでしょうか。中に入らなくても門が開かれたら中が見えるでしょう。すると口をポカンと開けたままなのです。それだけうっとりして呆然としているのです。あまりにも美しいから呆然という表現が合っているか分かりませんが、とにかくいざその地を踏んでみると想像を超える天国の美しさと神秘さに言葉を失うのです。しかし大切なのは、天国は必ず公義に従って与えられるということです。いくら行きたいと言っても適当に信仰生活をして新しいエルサレムに行けるのではありません。でもクリスチャンの中でも救われた人は死んだら皆天国の新しいエルサレムに行くという人がいます。黙示録に新しいエルサレムが出てくるからそこに入ると思うのです。でも世界が始まって以来救われて天国に行く人が皆新しいエルサレムに入るならどれほど狭いでしょうか。長さ幅高さが1万2000スタディオンですが、そこにみんな入れるでしょうか。それだけ考えても誰でも新しいエルサレムに入るのではないことがわかるでしょう。公義によって入る場所が違うのです。だから新しいエルサレムの他に3転送2転送1転送パラダイスがあるのです。救われたらみんな新しいエルサレムに入るのではないのです。だから新しいエルサレムの大きさを神様が聖書に記してくださったのです。創世以来救われた人が数億人ならどうして全部そこに入れるのでしょうか。この地上のように高層マンションを建てて住むのでしょうか。命尽くして神様を愛し完全に花嫁の備えを終えた人でこそ花嫁のような新しいエルサレムに入るのです。ですから今日も皆さんは徹夜で礼拝して毎日主を呼んで祈るのです。愛する生徒の皆さん、一人も欠けずに新しいエルサレムに入る資格を速やかに備えるようお願いします。すでに多くの霊的な御言葉を聞いたので、自分を真理で解剖して隅々まで発見し神様の前に変えられていきますように。第一コリント 15-31 に、兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあってあなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることですとあるように、毎日が死の連続になり永遠の栄光を得ますよう主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思い出して一緒に祈りましょう。愛の父なる神様、道会所先生を通して黙示録公開73回目のメッセージを聞きました。主の聖なる花嫁として備えを終えて御言葉通りに守りを行って主が来られる日を待っている生徒の皆さんになりますように、そのような人には新しいエルサレムをくださると言われました。それぞれ行った通りにその心にぴったり合うようにしてくださり、死も悲しみも涙もないそこで永遠に幸せに生きる万民の生徒の皆さんになるように祝福してください。生徒の皆さんがそこで神様の前に栄光を捧げ、喜びと幸せを持って永遠に生きるように祝福してください。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。
全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安置してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など見た目は皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、血を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇よ、下がれ。光よ、望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御音で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛せるよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救い。